ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、シュタインズゲートっていうアニメにハマっているんだよね。少し難しい話なんだけど、いろいろ考えさせられることがあって面白いのよ。それなら私も見たことあるけど、確かになかなか面白いよな。実はこのシュタインズゲートって実在する研究所がモデルになっているんだ。え、そうなの？その研究所っていうのは一体何なのかしら？それはセルンというもので、この団体がなかなかに奇妙な存在なんだぜ。そういえば話の中にもセルンって出てくるけど、あれって架空の存在じゃなかったんだ。しかもそのセルンはヨーロッパのある場所で、地球や宇宙を崩壊させるかもしれない危険な実験が行われているというんだ。な、何それ？そんなこと言われたらめちゃくちゃ気になっちゃうよ。マリサ、そのセルンについてもっと詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回はセルンによって進められている極秘実験について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは今回のメインネタとなるセルンとは何かについて話をしていこう。セルンは欧州合同素粒子原子核研究機構のことで、スイスとフランスをまたがって位置する素粒子物理学及び原子核物理学に関する世界最大規模の研究所だぜ。なんだか難しそうな研究をしているわね。このセルンっていうのは何の目的で設立された研究所なの？第二次世界大戦で疲弊した欧州の科学を再建する目的で作られたようだな。このセルンの運営についてはメンバー国が国民純所得に応じて拠出された予算で行われていて、現在の年間予算はおよそ1000億円、所員数は2400人とされている。結構大きな規模なのね。それってやっぱりメインは欧州の人たちが集まっているのかな？まあ確かに欧州の人がほとんどだが、一部では日本やアメリカ、ロシアなども協力しているぜ。へえ、日本の非欧州国も参加しているのね。実際このセルンは今言った以外にも他の非メンバー国とも種々の協定を結んでいて、年間200カ国以上から1万人以上の研究者が訪れる、世界で最も国際的な大規模研究所なんだ。もうここまでの話を聞いてて世界でもかなり重要な機関なんだってことがわかるわ。でも正直私、セルンって初めて聞いたんだけど、何か研究成果とか残しているのかな？セルンが生み出したもので現在も世界中の多くの人が使っているものがある。それはワールドワイドウェブだぜ。ワールドワイドウェブってネットのリンクとかの先頭にある www のやつ？そうだ。実はこれ、1989年にセルンに所属していた物理学者が考案したもので、1993年4月30日にセルンは www をすべての人に無償で利用可能にすることを発表しているんだ。その後2013年4月30日、セルンが www の使用料無料での公開宣言20周年を記念して、世界最初のウェブサイトを再現しているぜ。これが世界最初のウェブサイトってわけだな。へえ、そうだったんだ。そう考えると確かにセルンは世界にも大きな影響を与える成果物を出しているのね。とは言ってもこれはあくまでメインどころの話ではない。他にもセルンでは様々な研究が行われているんだぜ。そうそう、それについて聞きたいのよ。他にはセルンってどんな実験をしているの？セルンでは素粒子の研究や、宇宙の起源、ビッグバンなどの研究が行われている。ヒッグス粒子というものの発見などが特に有名な功績だぜ。ヒッグス粒子っていうのは何なのかな？これは宇宙が誕生して間もない頃、他の素粒子に質量を与えたとされる粒子のことで、神の粒子とも呼ばれたりするんだ。1964年に素粒子のヒッグス機構とも言われる質量獲得モデルを提唱した、イギリスの物理学者ピーター・ヒッグス氏の名にちなんでこの名がついたぜ。そうなんだね。詳しいことは難しい話だけど、このヒッグス粒子ってなんか重要そうだし、そういう意味でもセルンがヒッグス粒子を発見したことは確かに大きな功績と言えそうだわ。ああ、そんなセルンだが稼働当初からブラックホールを作っているとか、ブラックホールが生まれるとか、さらには巨大地震を引き起こしているとか、ビッグバンを再現しようとしているとか、パラレルワールドを破壊しその結果宇宙が崩壊する可能性があるなど、様々な噂が囁かれているんだ。ちょっとちょっと、何を言い出すのよ。どれも超ぶっ飛んだ話すぎて全然意味がわからないんだけど。まあそう思うのも無理はないんだが、そう言われていることは事実だ。実際にセルンの地下には全周27キロもの大型ハドロン衝突型加速器である、LHC というものが設置されている。27キロって大体山手線一周分に相当するほどのサイズ感よね。かなり大きいことがわかるわ。そんな LHC は1232本の超電導マグネットとリング状の加速空洞、6つの実験施設を抱えていて、量子や重イオンを衝突させることで素粒子の発見や観察を行っている。素粒子物理、高エネルギー物理、原子核物理などの研究のほか、研究に必要な技術の開発などを行っているぜ。そんな施設まであるんだね。この LHC はミニ宇宙で特異点とも言われるミニブラックホールを形成するカーブラックホールで、
フル稼働させると火力原発1基に相当する電力がいると言われているぜ。衝突実験によってミニビッグバンを引き起こす恐れがあることは前々から言われている通りだが、それでも実験を続けるセルンに対して研究者たちが警告を発し続けていたことは有名な話なんだ。ここは。じゃあつまりセルンは宇宙や私たちが存在するこの世界の謎を解明するための、研究や実験が日々行われているってことがわかったわ。でももし本当に宇宙が崩壊するようなことがあったらめちゃくちゃ怖いんだけど、それについてはなんて言われているのかしら？この科学の最先端を担う存在のセルンに対してスティーブン・ホーキング博士という人は、ヒッグス粒子の研究が進むことで時空の完全なる崩壊という、シナリオの引き金を生んでしまうのではないかと危惧していたと言っている。何でも粒子に膨大なエネルギーを与えるこの実験が、宇宙を飲み込んでしまうほどの壊滅的な真空の崩壊を引き起こすかもしれないと言うんだぜ。そんなのめちゃくちゃヤバいじゃない。それってどんな条件が揃うと崩壊しかねないとか、そういう細かいことはわかっているのかな？残念ながらそれはいつでも起こりうる可能性はあり、私たち人類がその予測をすることはできないものだともされているな。じゃあもはやこのセルンによって地球はもちろん、宇宙の崩壊は免れないのか。そんな恐ろしい研究所があるなんて、信じられないわ。いやでもその一方でスティーブン・ホーキング博士は心配する必要はないとも言っている。どうして？そもそも現代の技術ではそんな崩壊が起きる高エネルギーの加速器を作ることはできない上に、そもそも作れるかどうかもわからないとも言ってるんだ。またセルンに所属する理論物理学者のジョン・エリス氏という人がいるんだが、彼もそのレベルの高エネルギー加速器は地球より大きなサイズになってしまうと述べている。となれば現時点でそんなお金は誰も用意できないし、エネルギーがあまりに低すぎるため世界最大の加速器の LHC でもそんなことは起きないと話していたぜ。そうなんだね。じゃあとりあえずは安心って感じかな？ところがセルンがまた次のステップに進んでいるのも事実でだな。実はこのセルン、2018年に LHC の大規模なアップグレード工事を開始していて、この工事がなんとも大規模ですごいものと言われているんだぜ。一体どんな工事が行われているの？なんとこの LHC の工事には1060億円もの予算が投じられているといい、2026年に完了するとのこと。その工事を経て LHC は高高度 LHC に生まれ変わり、そのポテンシャルは現在の10倍にもなるというんだ。10倍？それってつまり実験で衝突させる粒子の量が約10倍に増えるってことよね？そんなのめちゃくちゃヤバいんじゃないの？ああ、さらに2019年にセルンはまた別の動きを見せている。なんと LHC の約4倍の規模の未来円形衝突型加速器、FCC の建設プロジェクトの概要を発表しているぜ。その FCC っていうのはどんなものなのかな？これは総工費およそ3兆円ほどの規模で2050年代後半に FCC の全ての施設が稼働するとされている。こっちもとにかく規模が大きそうだわ。それでこの FCC っていうのはどんなものなわけ？ FCC は LHC のおよそ4倍となる円周約100キロの円形衝突型加速器になるとのことで、FCC の設計研究は150以上の大学、研究機関、企業と1300人以上の協力を仰ぎながら行われている。それでその研究内容についてだが、FCC はこれまでにないエネルギーと強度で、電子と陽電子、陽子と陽子、イオンとイオンの衝突を観測できるようになると言われているぜ。正直難しい話についてはあまりよくわからないけど、この FCC の存在についてセルンはなんて言ってるの？セルンは暗黒物質や反物質の観測を行うためには、これまでの標準モデルを超える物理学が必要になると主張している。またセルンの加速器及び技術担当管理者は、FCC の最終目標は最大100テラ電子ボルトのエネルギー出力が可能な超電導陽子加速器リングを提供することだが、まずは電子と陽電子衝突の実験装置建設を予定している。とコメントしているぜ。LHC の陽子ビームエネルギーは7テラ電子ボルトとされているんだが、それを考えると FCC は LHC よりもはるかに巨大なエネルギーを出力できることになるわけだな。恐ろしすぎる。これが2050年代に完成するって考えたらますます鳥肌立ってきたよ。さらに2019年には中国においても、この FCC に匹敵する規模の世界最大級の円形加速器の建設が計画されているというんだ。これの名前は CEPC というんだが、この CEPC は中国科学院の高能物理研究所が計画を主導し、2022年の着工と2030年頃の完成を目指しているぜ。あの FCC に匹敵するものなんて絶対にヤバい匂いしか感じられないわ。ちなみにこの CEPC の大きさはどのくらいなのかな？全周約100キロとされていて、建設候補地は長春、湖州、長沙など6カ所とのことだ。この CEPC の開発について中国のとある研究者は性質解明が期待されるヒッグス粒子の分析や、
正体が謎に包まれている暗黒物質発見のためにはより良い選択肢になるとも述べているぜ。いやまあ確かにそうなのかもしれないけど、そんなものを作ってしまったらいよいよ宇宙崩壊の日も近いんじゃない？さっきホーキング博士やエリス氏は宇宙を崩壊させるほどの規模の高エネルギーの加速器を作ることはできないだろうと言っていたよな。だけど実際このように LHC が10倍もグレードアップしたり、加えてそれをはるかに上回る規模の高エネルギー加速器の開発が2つも進んでいるわけだ。そうなるとホーキング博士やエリス氏が崩壊しないと言ってるとはいえ、不安になるよな。うんうん、LHC も FCC も CEPC も一つずつのエネルギーの規模は宇宙を大崩壊させるには足りないと思うけど、でももし何かのきっかけでそれらの力が全て合わさったらとんでもないことになりそうだわ。どれほどのことが起きるのか、全く想像できない。本当にこの先もずっと宇宙や地球は変わらず大丈夫でいられるのかは疑問ね。さて、ここまで話したようにセルンがブラックホールの生成や巨大地震など、地球規模の災害になりかねない研究や実験の噂が絶えない場所ということは分かっただろう。それゆえに不可思議な出来事が起こるとセルンが原因なのではとの疑惑を向けられることもあったんだぜ。ああ確かにそう思われてしまうのも無理はないわよね。セルンが原因だと疑われた事件って何か有名なものはあるのかな？なんとさっき話した LHC が原因で時空間の歪みを引き起こした事例が指摘されているぜ。その話についても少し紹介していこう。時空間の歪みなんて、漫画やアニメの世界でしか聞いたことないわ。一体どういうことなのかしら？まずはスペインの航空会社イベルワールドの A7301 便のエアバス機があるんだが、その A7301 便が謎の着陸を引き起こしているんだ。これは2009年11月1日の出来事で、A7301 便はスペインのマドリードを立ち、南米ボリビアのサンタクルスデラシエラへ向かって飛行していたという、目的地が近づいてきて着陸態勢に入っていたところ、次の瞬間なぜか 8850km も離れたアフリカ北西部沖のテネリフェ島のテネリフェ北空港に着陸していたんだ。目的地とは全然関係ない場所に到着しているじゃない。8850km って相当離れているわよね。ああ、東京からロサンゼルス間がおよそ 8830km なんだ。それを聞いても8850km という距離がどれだけ遠く離れているのかがわかると思うぜ。そんな距離、どう考えたって間違えて着陸したなんてわけないわよね。どうしてそんなところに着いてしまったのよ。実はこの時 LHC を非公開実験していたことが後の調査で明らかになっていて、この時こそがセルンの加速器実験史上最高記録となる陽子ビームの加速を記録した時と重なっているんだ。じゃあつまりこの不可解な出来事はセルンのある実験によるものだったと噂されるようになったのか。でも着陸態勢に入っていたということはそれまでは順調に飛行を続けていたのよね。そうだな。実際、コクピットのレーダー等は予定通りの目的地を示していたことがわかっているし、そもそも8850km もルートを外れたとなればコクピットや管制塔で何かしらの動きがあるはずだ。そうよね。何か管制塔において異常が起きていたとか、そういう報告もないんでしょ？調べはしたものの、そういう異常を知らせていたという情報は見つかっていないな。つまりこの出来事はどう考えてもパイロットたちが気づかないほど一瞬で、8850km もの距離をワープしたとしか説明ができないってわけだ。なんとも不思議な事件だわ。それにしてもやっぱりセルンの加速実験史上最高記録となる、陽子ビームの加速を記録した時と重なるのはなんとも気になることだと思うわ。このことから、もしかしたらこの実験が周囲の磁場を生み出して、LHC とボリビアにある手はなく遺跡の太陽の門の間にタイムワープの通路を発生させたともされているんだ。そして航行中に偶然このワープ通路に接触した A7301 便が、通路上にあるテネリフェ島に瞬間移動したとされているんだぜ。それってつまりこのワープ現象はセルンの科学者たちも予想していなかったってことよね。普通ならこんな話絶対に信じられないけど、このセルンの動きを見ていると完全に否定できるものでもない気がするわ。だが一方で A7301 便はこの実験によるテレポーテーションの試験体だった。つまり意図的に 8850km も離れたところに移動させられたと考えている人もいる。とりあえずこの A7301 便に乗っていた人たちはみんな無事だったのかな？幸いなことに乗員乗客170名は全員無事ということが分かっていて、その後に本来の目的地のサンタクルスデラシエラに送り届けられたぜ。それは良かったわね。セルンが密かに行っている実験によって多くの人の命が犠牲になるのは嫌だもの。しかし残念なことに意図的なワーク説を捉える人によると、この後に行われた実験では墜落事故が発生したため、倫理的観点から実験は中止になったとも言う。未だにこの件について偶発的か意図的かについて、確かなことは分かっていないんだ。謎めいた存在すぎて恐怖すら覚えてしまうよ。
ちなみにこの後に行われた実験で墜落事故が発生したって言ってたけど、その事故っていうのはどんなものだったのかな？それは2015年3月24日のこと、ドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスの9525便が墜落事故を起こしているんだぜ。実は3月23日から24日にかけてヨーロッパからアフリカ大西洋にかけての広い範囲において、LHC が引き起こした極めて高エネルギーのマイクロ波パルスが発生していたことがわかっている。じゃあこの墜落事故もやっぱり LHC の実験が関係しているのかな？真実はわかっていないものの、この事故は LHC の影響を受けたため、9525便の電気系統が破壊されたことが原因ではないかと指摘されているな。また2014年3月8日にはマレーシア航空370便が失踪する事件も起きているんだが、これにも LHC の実験が関わっているのではないかと言われている。ちょっと待って、マレーシアの航空便が失踪したってどういうこと？これはその名の通りでマレーシア航空370便が乗客227名と乗員12名を乗せて、クアラルンプールから北京に向かう途中で消息を絶ったというんだ。この出来事は2015年にマレーシア政府によって、マレーシア航空370便は消息を絶った後に墜落し搭乗者は全員死亡したと正式に発表されている。その後2017年1月17日の海底捜索活動が終了をもって一応の幕引きがされている事件だぜ。そんなことがあったなんて信じられない。じゃあ結局原因も何もわからないまま事件は終わってしまったってことなのね。ああ、2020年11月現在、機体の一部は発見されているものの、ブラックボックスの発見には至っておらず乗客227人と乗員全員の遺体も全く見つかっていない状況だ。そのため様々な説が唱えられているものの真相は未だに謎に包まれているんだぜ。もしかしてこのマレーシア航空の370便もセルンの実験が関係しているのかも。まあここまで話した A7301 便も9525便も370便も真相は未だに闇の中だから何とも言えないけどな。ちなみにセルンの実験の影響で世界中に大きな地震が発生しているなんて事例もあるんだぜ。え、地震？例えばどんなものがあるのかな？例えば2017年4月の出来事なんだが、この時セルンで LHC の稼働実験が行われていたんだ。なんとその15分後にバヌアツ共和国マレクラ島で震度7の地震が発生し、その後すぐに稼働実験は停止したものの一部メディアはセルンとの関係を指摘、発表しているぜ。震度7って結構大きな地震よね。これが本当にセルンの実験が影響しているならめちゃくちゃ恐ろしいことだわ。またその前には日本でも有名な2010年のチリ地震にもセルンの関与が指摘されている。そして2017年イタリアのノルチャ地震はセルンとグランサッソ国立研究所を結ぶ、いわゆるニュートリノビームラインの真上で起こっていることがわかっているんだ。じゃあやっぱりセルンの実験が影響しているのは間違いなさそうってことね。もはや自然災害でも何でもなく、ただの人災じゃない。ああ、実際にこれらのことを裏付ける情報として、グランサッソの研究者ジャンパオロ・ジュリアーニは、地震が起こることを友人に話し予期していたと言われているからな。まあでもこれについても真相は未だに闇の中で、詳しいことは明らかにされていないんだぜ。でもこれだけ疑惑の目を向けられるということは、LHC にはそのような事態を引き起こせるだけの力があるってことは間違いないわよね。セルンの研究が進むことで様々なことがわかるのかもしれないけど、そのために多くの人命を犠牲にしたり残されて悲しむ人たちを生むことはしてほしくないわ。今後このような被害者が出ないことを祈るよ。このようにセルンは数々の不可解さを残しながらも常に科学の最先端を担っているわけだが、しかしその一方で科学とはかけ離れたオカルト的な噂も囁かれているんだ。え、オカルト？ここまでの話でも確かにぶっ飛んだものは多かったけど、オカルト的な感じではなかった気がするよ。そのオカルト的な話ってどういうことがあるわけ？何でもセルンの研究棟の中には悪魔崇拝の儀式が行われているとされ、その様子を撮影したとされる動画が2016年に動画サイトで公開されているんだ。何それ？その動画ってちょっと怖いけど気になるわね。その動画にはどんなものが映っていたの？動画の内容としてはまず人間の背丈よりも大きなヒンドゥー教の破壊神シバの像が置かれていて、それを囲むように照明が設置されていた。そして像の後方から頭から黒いローブをまとった数人が出てくるんだが、その中の一人が像の正面に立ち、ローブを脱ぐと白い服を着た女性が現れる。もうすでになんだか奇妙な感じがするわ。それでそれで？やがて白い服の女性は地面に横たわり、ローブの人物の中の一人が傍らに歩み寄る。するとこの人物が手にしたナイフで女性を突き刺すような動作をするんだぜ。ナイフで女性を突き刺すなんてヤバすぎるでしょ。その後はどうなったの？残念ながら撮影者がここで逃げ出してしまったため女性が出血したり、
殺されたと断定できるような死因は映っていない。だがこの動画の内容としては破壊神シバに生贄を捧げているというのは間違いないだろうと思う。そうね。でもそんな動画なら誰かがふざけて作ったとかそういうことは考えられないのかな？実際のところはわからないがセルンの広報担当者は映像の儀式について、この儀式自体はフィクションであり、誰かが悪ふざけで作ったものと公表している。施設との関係は一切ないと弁明しているぜ。なんだそうなのね。まあフィクションにしても後味悪い感じではあったけどね。だがここで勘違いしてはいけないのはこの儀式がフィクションであるってだけで、そもそもこの映像の撮影場所がセルンの敷地内であることは認めているんだ。あ、確かに。でももちろん施設側の弁明の通りフィクションの可能性は十分考えられるわよね。それはそうだな。だがよく考えるとこれほど大きな芝心臓を運び込むのはかなりの労力がいるだろうし、だからといって常に中庭に置かれているのだとしたらそれはそれでかなり不自然だと思う。そうね。それはそれで怖い話だわ。でももし生贄にされた女性が本当に殺害されたのだとしたら、遺体の処理はどうしたのかって話になるわよね。だってあの儀式が本当に起きていたとすればかなり大量の出血があったはずだもの。確かに結婚の後始末はどうしたのかとかそういう疑問はあるよな。そして何よりも殺人事件であるにもかかわらず警察が何も動いていないのが不自然だと思う。うん、そうよね。じゃあそう考えると本物の生贄の儀式だと考えるのは少し不自然なのかもしれないわね。ただし公式発表の通りにこの儀式は単なる悪ふざけのフィクションだったとしても、セルンには悪魔崇拝を思わせる要素があるのも事実なんだ。あ、そうなの？その悪魔崇拝を思わせる要素っていうのは例えばどんなものがあるのかな？例えばセルンのロゴマークについてなんだが、まるで数字の6が3つ絡み合ったようなデザインになっているんだ。6が3つ？それってまさか、悪魔の数字 666？ そう思うよな。他にも2016年6月1日にスイスで世界最長のゴッタルドベーストンネルが開通したんだが、その際のトンネルの開通式のセレモニーがまるで悪魔崇拝の景色のようだと言われていたんだぜ。え、何それどんなことが行われていたの？そこで繰り広げられたのは、両腕に巨大な羽をつけた仮面の男が吊り下げられ、下着姿の男女のダンサーが多数登場したという、その後ヤギの被り物をした男が叫び声を上げながら踊り狂うという、実に独創的なパフォーマンスだったんだ。いやあ、それは意味がわからなくてもなんだか奇妙な感じはするわよね。ちなみにこのセレモニーが行われた年は2016年、セルンの敷地内で悪魔崇拝らしき儀式が行われた年も同じく2016年なんだ。そのことからもこのトンネルや奇妙なセレモニーには何らかの形でセルンが関わっているのではという噂があるんだぜ。何の根拠もないけど確かに不思議なことが起きていて何かしらの関係があることは間違いなさそうだわ。一見すると対極的な存在の科学とオカルトでも、実はその境界は曖昧で原点は同じとも言われたりもする。そうなのね。まあでもセルンの敷地内で行われた儀式の真相は今でも謎のままだけど、研究者の中に最先端の科学とは真逆のものに興味を惹かれた人がいてもおかしくはないわね。ああ、これまで話した LHC や FCC、CEP が完成して万が一にもその扱いを誤ってしまったとすれば、私たちが考えているよりもはるかに早く世界の終焉は訪れるのかもしれないな。やだ、そんなこと言わないでよ。でも確かにそういう危険性はあるわね。今後人類の動きには気をつけてみていきたいわ。ということで今回はセルンによって進められている極秘実験について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？セルンって初めて聞いたけど、なんとも奇妙なことをやってる場所だと思ったわ。セルンの研究は世界の科学が進化するのに必要なんだとは思うけど、それが恐ろしい結末につながらないことを祈りたいわ。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。